こんばんは、水島です。さあ、今回はですね、この M3 MacBook Air を買うという話は、まあ、いろいろ何度かお話しさせていただいたと思うんですけども、その中でですね、今まで持っていた、インテル版の MacBook Pro 16インチをですね、Apple のトレードインですね、Apple がやってる下取りサービスというものをですね、初めて利用してみましたので、実際どうだったかなっていうのをお話ししていこうと思います。まずですね、実際どうだったかっていうお話の前に、まあ、流れをざっとおさらいしていこうかなと思います。で、僕がこの M3 MacBook Air を買ったのがですね、3月8日です。に、Apple のオンラインで注文しました。で、注文して、その後ですね、購入ありがとうございますというメールとは別にですね、Apple の下取り、トレードインのためのメールが来ました。で、そのメールというのはですね、まあ、下取りの手続きのために少し情報が必要ですということで、身分証明書のアップロードと、あと、集荷の予約ですね。下取りっていうのはですね、何か自分で梱包して、持っていくとかではなくて、黒猫山田さんが、来てくださって、専用のボックスをですね、持ってきてくださるんですよ。そこに、本体だけ入れるという形で、トレードインが行いますので、集荷の予約というものが必要になります。で、僕の場合ですけども、繰り返しになりますが、3月8日に、購入。で、その後、集荷のメールと、購入完了のメールが来ましたので、集荷のメールで、3月30日に集荷していただくようにお願いしました。で、実際3月30日にですね、集荷していただいて、4月の2日に返金処理完了というメールが来ました。で、僕の場合はですね、クレジットカード、三井住友カードで支払ったんですけれども、実際に三井住友カードで返金が確認できたのが、翌4月3日でございます。なので、僕はですね、この M3 を買うには買ってから、しばらくですね、インテル版のMacBook Pro 16インチを3月30日まで並行して持ってるといったことができました。僕の最初のですね、イメージだと M3 を、買って届くと同時にそこで引き換えかなと、旧 MacBook Pro と引き換えかなと思ったんですけれども、結構ね、長期間、両方の端末を並行して、まあ、所持できるという期間を、ゲットできたっていうのが非常に良かったかなと思います。で、さっきもちょっと触れたんですけれども、実際に集荷の流れというものがですね、ございまして、まあ、メールが来ますよと。で、そこに身分証明書ですね。僕の場合は、運転免許証でした。と、集荷の日時ですね。これを指定して、当日、ヤマトさんが来てくださいます。Mac に関してはですね、初期化するだけで、問題なかったです。付属品とか、こちらで何か梱包する必要はなくて、本当に端末だけ、黒猫山田さんが持ってきてくれる専用の箱に入れて、で、目の前でですね、黒猫山田さんが梱包してくださって、で、最後に、これで、中の端末動かないか確認してくださいみたいな感じで、担当の方はですね、箱を渡してくれて、まあ、ちょっと軽く、横に振ったりして、あ、動いてないです、大丈夫ですっていう形で、山本さんにそのままお願いしました。でですね、実際に、下取り金額といたしましては、MacBook Pro 16インチのね、スペックが、こんな感じのスペックでした。で、これがですね、結局、7万5千円ということで、この、M3 MacBook Air を買うときに、まあ、概算のね、見積もりを Apple は表示してくれるんですけれども、そこのね、満額7万5000と完全値といったところで、7万5000で下取りしてくれました。満額の場合はですね、もうキャンセルというものができないみたいです。なので僕の場合はですね、まあ、7万5000で下取り、返金処理しましたみたいなのを、もう完了しましたよっていう感じのメールでした。で、これがですね、7万5000の見積もりに対して、例えば6万円とか、まあ、ちょっと傷が実はありましたとか、そういう場合はですね、下取りキャンセルというものはできるみたいです。ちょっと僕の場合はですね、そのパターンではなかったので、見積もりと、完全一致だったので、キャンセルすることはできなかったです。で、実際にですね、まあ、使ってみて、どうだったかといったところなんですけども、僕的にはかなり、良かったかなと思います。フリマアプリで売る方がもしかしたら高く売れるのかもしれないんですけれども、まあ、フリマアプリ、まあ、例えばメルカリとかですと、まあ、写真撮ったりしなきゃいけないのと、あと説明欄書かなきゃいけないのもちょっと面倒だし、まあ、インテル MacBook Pro 16インチを欲しがってる、そんなね、需要もあんまないかなと、正直思うので、なかなか買い手が見つからなかったりするかなといったところもあったので、まあ、今回下取りサービスをね、使用してみようかなと思ったんですけども、まあ、めちゃくちゃ良くてですね、まあ、フリマアプリ、まあ僕もスマホとか、フリマアプリで何度も出品して、一応トラブルは今のところあったことないんですけども、まあ何かね、トラブルが、
パソコン送って、その送り先でなんかネット繋がらないんですけどとかね、まあ、そういうトラブルとか、そういうところに巻き込まれないっていうのが、ね、まず一つですね。もう山本さんに送ったらもう終了ってことで。っていうのが一つめちゃくちゃ良かったなっていうのと、あと箱とか付属品がですね、不要なので、僕の今、クローゼットにですね、16インチの箱だけが、ありますといったところになります。あと16インチの MacBook Pro についていた AC アダプター、 96W のめちゃくちゃでかくて重い AC アダプターと、あと USB-C ケーブル、これもね、あの MacBook Pro 16インチのものが残ってるので、まあそういった意味ではですね、本当に純粋に端末だけ返金というか返す、付属品はもう自分使うもよし捨てるもよしっていう感じで、非常に楽にノーストレスでですね、下通りに出すことができました。集荷もね、自分で日時を指定できるといったところで、これがね、またフリマアプリだといつ売れるか分かんないし、売れたら梱包してとかね、めんどくさいし、あともうちょっと並行して使って、でなんかそういえばこの設定、まあ僕の場合はですけど、設定をですね、あえて1からセットアップしたので、あ、ここなんかMacBook Pro の時できてたんだけど、なんか AI なってかできないな、どういう設定してたかな、みたいなのもね、二つ同時に端末があると、そういうところをね、見比べたりできるので、まあそういうこともね、できて非常にいい下取りサービスだなと思いました。まあさすが公式サービスといったところもあって、さすが Apple といったところもあって、非常にスムーズにできたので、とても満足してますといったところですね。次も機会があれば使用してみようかなとは思います。また次のね、Mac を買うときに、もしM3 を手放すときには、マスタードリサービス利用してもいいのかなと思いました。はい。ということで、今回は、Apple のトレードインを使ってみた、そのですね、まあ、簡単な流れと、使ってみてどうだったかなっていったところの、感想をお話しさせていただきました。ぜひ何かですね、Apple トレードインで気になること等ですね、もしくは、使われて、皆さんどうだったかなっていう感想とかをですね、コメント欄に書いていただけると、嬉しく思います。それでは、ありがとうございました。ではでは。